許しの要素について考えてみましょう。これをよく学んで、しっかりと覚えてちょうだいね、生徒さん。これさえ覚えていれば、自分は体だと考えようというエゴの絶え間ない誘惑にぶつかっても、許しの伝道入りができますよ。この考え方は救済への道であり、我が家への帰り切符なの。どこで定期的に応用すればいいか、コツさえわかればね。念のために聞くけど、許しの伝道入りって例えだよね。 僕は野球ファンなんだ。わかるほら文字通りに取らなければいけない言葉と比喩と考えるべき言葉の違いがもう分かったじゃないのよしじゃあ早速進もうよ僕はただ働きには慣れているだからその許しの芸ってのを話してもらおうかいや冗談天国だものただ働きどころじゃないことは知ってるさその通りねそれにあなたは許しの利益を享受するのに 悟りを経験するまで待たなくてもいいのよ。コースにもあるでしょ。静かな心という贈り物は、ささやかどころではない。そのことを念頭に置いといてね。さて、チャンスにぶつかった時に許しを実践するための要素の一つは、自分が見ているのは夢だと思い出すことです。その夢を作り出し、夢の中の登場人物を動かしているのはあなた自身で、無意識の罪悪感を、 自分の外に見ようとしてやっている。自分が夢を見ていることを思い出せば、そこにあるのは自分自身の投影でしかないとわかるでしょう。それさえわかれば、それがわかるためには練習と経験がいるんだけどね。もう外に見ているものは必要なくなり、許しはあなたに何の影響も及ぼさなくなる。コースにはこう書いてあるわね。奇跡によって、あなたが見ているのは夢で、 その内容は真実ではないことが確実になる。これは幻想と取り組む上での決定的な第一歩である。誰も自分が作り出した相手を怖がりはしない。自分は夢の作者で、夢の中の登場人物ではないことがわからないから、恐怖がその場に居座る。コースの結果と原因を逆転させるという章の言葉ね。この章にはこんな言葉もあったわ。 奇跡は原因に結果ではなく原因としての機能を取り戻すための第一歩であるつまりこれは誰か他の人じゃなくて僕の夢なんだだっているのは僕たちという一人なんだから本当は僕の投影以外には誰も何も存在しないし責任者は自分だと認めることで僕はその投影を撤回しようとしているわけだそうよでも忘れないで。 だからといって自分は本当にここにいると考えている一見バラバラの心がなくなるわけじゃない。でも全ての心が再び一つになるにはその別々の心もあなたのように真実を学ばなければならないの。いずれこういうことはみんなあなたの姿勢の一部になるでしょうけど最初は違った要素からできていると考えた方がやりやすいと思うわ。あなたが結果ではなくて原因になった時許しのもう一つの要素は あなたが投影したイメージと、それを夢見たあなた自身を許すことになるでしょう。あなたはもう、兄弟たちがしなかったことを許しなさいというコースの教えを知っているわね。それが真の許しだというのは、これもコースが言っている通り、あなたが間違いを現実にしないで済むからよ。あなたの幻想に真実味を与えるのではなく、幻想を真実の方へ持っていくの。そこで次は、 そもそもこういうごたごたを夢見たあなた自身を許す段階になる。何も起こらなかったなら、コースが教えているのは何も起こらなかったってことなんだけど、あなたは無垢です。だからあなたは兄弟姉妹を許し、それと同時に自分が許されたことを知る。思い出してごらんなさい。あなたが彼を見るのはあなた自身を見ているのだというコースの言葉を引用したでしょ 外側に誰もいないなら、そしてコースを信じるなら、そこに存在するのはキリストだけだ。そして僕が、体の目が見るイメージではなくて、それを見ることを選ぶなら、それこそが自分だってことだね。大変よろしい。ほらね、許しの要素はみんなぴったりと符合するでしょ。あなたが見る人々がキリストなら、あなたもキリストです。 あなたがエゴの裁きで応じやっぱりエゴである人たちの夢に現実性を与えるならその夢があなただと考えるようになる外側には誰もいないというのは真実よ重要だから繰り返すけれどあなたが見る人々は自分がそこに存在していると思っている幽霊のようにねコースの「大いなる結びつき」という章にはこう書いてあるわね あなたの兄弟の夢にではなく、兄弟と結びつきなさい。そしてあなた方が息子と結びつくところに、その父がいる。次の恐怖の夢に変わるものの章にはこう記されている。夢見る人を許し、彼は当人が作り出した夢ではないことに気づくなら、あなたは悪夢を分かち合うことはない。彼もあなたの夢の一部ではなくなり、 あなた方は二人とも夢から解放される。許しを実践していくと、だんだん夢から覚めるんだろうか。そうよ。いきなり目が覚めたら、ちっとも楽しくないはずよ。違う形の人生、生命に対する準備ができていなくちゃ。人々が自分は体だと考えているこの人生でも、変化って必ず歓迎できるとは限らないでしょ。 たたととえ人がそのフリをしたいい思っていてもねあなたのお母さんがよく読んでくれたという「プラトンの洞窟の比喩 J が感心していたわね」。コースにもその話が出てきてあなたもあなたの兄弟も真実に対して意識的無意識的に抵抗していると指摘しているわ。それにこの一生でみんながあなたに賛同すると期待してはいけないとも助言しています。 囚人たちは長年重い鎖で繋がれ、飢えて弱り、やつれて、疲弊しているし、その目は長い間暗闇を見ていたために光を忘れているから、解放された途端に歓喜の声を上げて飛び跳ねたりはしない。自由とは何かを理解するまでに時間がかかるのだ。あなたの仕事は許すことで、あなたが許す一見バラバラな心に同意を求めることではありません。 この許しの要素について別の見方をするためにはワークブックの言葉を思い出すといいわ。真の許しへの扉を見つけ、その扉が歓迎に大きく開かれていることを理解するのにはとても簡単な方法がある。どんな形の罪であれ、誰かを非難したくなった時には、相手がしたと思うことをいつまでも考えていてはいけないと自分の心に命じること。それは自己欺瞞だから。 その代わりに自分自身がそれをしたら避難するだろうかと問いかけなさい。自分自身を非難する代わりに愛を求める彼らの声はあなたの声でもあることを思い出しなさい。あなたは彼らに感謝すべきなの。彼らがあなたを必要とするのと同じくらいあなたにも彼らが必要なんです。あなたが見ている彼らのイメージと奇跡がなければあなたは決して。 外へ出る道を見つけられない。彼らのイメージはあなたの無意識の心の象徴でそれがなければあなたの無意識の罪悪感は永遠に隠されたままでいるでしょうそれでは逃げ道はありません精霊はエゴが自らを守るために生み出した工夫を使ってエゴの解体をするの精霊の工夫は善のためにだけ使われる 形のレベルで結果が見られようと見られまいと気にしなくていいわ。許しと精霊があなたのためにしてくれることに感謝なさい。さっき説明したように、あなたの兄弟姉妹を許すことで、あなたは本当の自分と再び結びつく。世界とあなたが見ている体というイメージに向かって、あなた方の行動は自分に何の影響も及ぼさないし、何の影響もないなら自分と別れて存在してもいないのだ。 とと宣言するることになるからよだから本当はどんな分離もない。こうして許しという姿勢の最後の大きな要素に到達します。精霊を信じて彼の力を選ぶことよ。あなたが自分の仕事を果たせば精霊の平和が与えられるでしょう。精霊はあなたには隠されているもっと大きな無意識の心を癒し、同時に彼の平和を与えてくれます。 この平和はいつもすぐに与えられるとは限らないけれど、いつかはきっと与えられます。時には普通ならあなたを動揺させるような出来事として到来するかもしれない。ただし、あなたは動揺しません。こうしたすべてがあなたを天の王国に導いてくれる。精霊と共にいれば、あなたは平和の条件を満たす仕事をすることになる。それが王国の条件でもあるから。 許すことは、実は天の王国に再び入る準備をすることなの。コースにはこうあるわね。この世界で真実を受け入れる能力は、認識という面で王国での想像力と対応している。あなたが自分の役割を果たせば、神は神の役割を果たす。そして、あなたの役割に対する神の褒美は、認識に対する知識である。 この知識、伝統的技術的な知識ではなく、天を経験するということだけど、グノーシスの本来の考え方に似ているわ。誰でも知ることができるの。コースはコース、新しいグノーシスじゃないわよ。グノーシスはいくつかのことを正確に理解していない。特に2世紀ローマのヴァレンティノス派はね。前に真理の福音の話をしたけど、あれはヴァレンティノス派の学者が書いたの。 ググノーーーシスに関するカンニンニペーパーみたいなものまあね言葉が分かりにくくて混乱するかもしれないけどあれはしばらくは人気の福音書だったの人気があるって別に悪いことじゃないのよ良い仕事をして主題について人々に理解を広め自分なりの貢献をしてしかも本当はそれが誰の功績かをいつも忘れずにいればね「グノーシスその他昔のスピリチュアルな求道者」について言えば 今のあなた方は許しについての情報を学べるけれど彼らにはそれが不可能だった。だから昔の人たちの心は本当はグノーシス知識に対する準備ができていなかったのね。でもあなたは学べるんだから精霊がその仕事を果たしてあなたに天国への準備をさせてくれると信じ表面的な物事は気にせずにいればいいの。 人々はあなたの許しを受け入れていないように見えるかもしれない。でも、そんなことはどうでもいい。人々が受け入れる準備ができるまで、精霊が彼らの心にあなたの許しを留めておいてくれます。その時が来た時、相手がまだ体を持って生きているかどうかさえ問題じゃないのよ。精霊はあなた方の心の異なる側面の間に存在するかに見える隔たりに橋をかけ、 ままたつつに結びつけてくれますコースはあなたとあなたが許す相手についてこんなふうに言っているわね。精霊はあなた方両方の心に存在し彼の一体性をそれ自身から分ける隔たりは存在しないがゆえに彼は一つである。あなた方の体同士の隔たりは問題ではない。彼の中で合わさるものは常に一つだから。すごいよね。 えーっと、僕のメモが間違ってなければ「許し」の主要な要素ってこういうことだと思うんだけど僕は自分が夢見ていることを覚えている僕は自分が投影したイメージとそれを夢見ている自分自身を許すそして精霊を信じて彼の力を選択する神から離れたという僕の夢が生々しいことが問題の原因でありその問題を解決するのが精霊の許しなんだ 大変結構。それが骨子、ね、コースの許しの処方箋の手引きに書いてあるわ。A 原因を明らかにする。B その原因を手放す。そして C 入れ替える。これが神を思い出す道よ。コースはこのプロセスの最初の2つにはあなたの協力が必要だとも言ってるわね。でも最後のには必要ないと。 言い換えれば、精霊の仕事の部分は、あなたの責任じゃないの。だから、精霊を信じなさいって言ったのよ。だけど、あなた自身が彼の力を選んだと考えるのはいいことよ。だって、突き詰めれば、あなたはまさに彼であり、キリストなんだから。聖なる三位一体には、分離なんかない。あれは、キリスト教的な考えを理解させるための、神学的な工夫ですからね。 真の許しを通じて、あなたは自分が、ジェイと精霊と同一であると、神とキリストと一つであると気づくでしょう。天国では、災なんて認められません。だってそんなものはないんだから。ただ、あなたがここで経験できる全てを吹き飛ばすような、悠久の高みがあるの。それは全ての高みを超え、あらゆる描写を超越している。それは、 分かち合われた一体でありありなたがこの人生でさえ垣間見ることののでできるる喜びでもあるこのことはこの次に来る時にもう少し詳しく話してあげるわね。それ以後はアーテンと私の訪問はかなり短いものになるでしょうしいろいろな課題や状況をコースの思考システムで見るために役立つはずよ。これからの何年かあなたが人生の全ての面に許しを応用して成長するのを助けてあげます。 でも努力する主役はあなたよ。いつか夢から目覚める日が来るでしょう。いついつなんだろうそうね。あなたがコースを受け入れる準備ができていなかった場合に比べればびっくりするほど早いとだけ言っておきましょう。いずれコースの思考システムがあなたの第二の転生になりさほど努力せずにその思考システムを適用できるようになるわ。時には、 全く考える必要もないかもしれない存在の仕方がそうなるからよ許しの姿勢を再強化するコースの考え方について思い巡らす必要もあるでしょう精霊の思考システムがあなたの生き方そのものになりさらにはあなたそのものになるまでには時間という幻想とたくさんの練習が必要なのでもその時は来るしあなたは頭だけでなく体でコースを納得するそれは 素晴らしい経験よ。それが禅で言う不流文字の真実かな。いいことを言うわねお利口さん。でもこれはあなたが自分で考えているあなたではなく真のあなたを経験するってこと。あなたの役に立つ許しの思考システムの例を教えてあげるわ。この思考プロセスを考え方に取り入れなさい。それと、許しの主要な要な素に、 私たちが説明してきたコースの思考システム全体や、あなたが学んできたすべてと、私が指摘した引用のすべてをね。それだけで何ヶ月かは大忙しよ。理解が進めば進むほど、必要な時にコースの思考システムをちゃんと思い出すようになるわ。つまり、物事がうまくいかないように見えるときね。つまり、人生が最低のろくでもないものになったときってことだ。 最低か、ほどほどかなんて、どうでもいいのよ。大きなことと同じように、小さなことを許すのも大切。あなたの心の平和を乱すことなら、何でも心の平和を乱すのだし、神の平和ではないわけ。すべてを平等に許しなさい。だからコースには、奇跡はみんな同じだ。そう書いてあるの。いつかはあなたも、自分にとって重要でないことも、重要なことも、 平等にに見られるようになりますハワイみたいに中10代の頃からハワイで撮影された映画やテレビを見ていた僕はいつかハワイに住みたいと夢見ている一度だけ行ったことがあるがあれは人生で最高に幸せな経験の一つだった実際に行ってみてもがっかりするどころかなんとかお金に苦労せずにハワイに移住する方法がないかと今まで以上に考えるようになった ハワイは物価が高いフラを楽しむにはお金がいるのだ移住はしたが金銭的な理由で諦めて戻ってきた人がたくさんいるでも僕はどうしてもハワイに住みたいしそれを成功させる条件づくりをしたい人生で最高の希望なのだそう前にも指摘したけれど許すってことは形のレベルで何かを諦めなければならないことじゃないの。 あなたのハワイへの心理的執着は、エゴが体と世界にしがみつく方法の一つよ。そのためにあなたは、世界などないという心理に、無意識のうちに抵抗している。大抵の人はあなたと同じで、自分の夢や情熱が実は偽りの偶像だと、神と天国の大替物だと、という言葉に耳を塞ぎたがる。しかも、あなたはパラダイスと呼ばれる場所を選んだわけよね。 でもお聞きなさい。あなたが理解して許すならあなたの夢は別に悪いことじゃない。許しなさい。そしてあなたと精霊が選ぶことをしなさい。そして楽しむのね。